ここからが本番な RTA 始まるよ。前回はリチャードからお願いされていた結成を取ったところですね。届けに行きましょう。木村、早くしろ。ここは道なりに行けば。オッケー。ゾンビの背中の右側から進み、ゾンビが回り出したら左側を抜けます。バイオ2以降のゾンビと比べ、バイオ1ゾンビはクイックターンをせずに、その場で旋回してくれるので避けるのが楽ですね。ただ1のゾンビは複数に囲まれると、振りほどきで一体しか突き飛ばせないのではめ殺しされてしまうんですよね。それでハイベントです。Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. I'm getting... Ah!まあ、いいやつだったよ。それでは、盾の鍵でドアを開け、今回の TA 初のボス戦です。来い。4だ4、というわけで4戦です。まず扉方向に走っていきます。扉のところに着いたら右上を入力し、4の攻撃を回避、そのまま目的地に向かいます。ムーンクレスト入手。入手したら右上を入力し時計回りに動き、木箱のところで左上を入力、攻撃を回避、そのまま扉をくぐって出ていきましょう。4は噛まれたら毒状態になり、戦闘後強制イベントが発生するのでリセット。ジル編で一番リセットしたポイントになります。4のやつ?後で覚えてろよ。それでは風と月のクレストを入手したので、残りの太陽と星のクレストを入手しに行きます。出たら右を入力しゾンビの左を通り抜け、その先のドアに入ります。ここは中央のスイッチを押すと3クレストが入手できるのですが、同時に毒ガスが出てくるので、ゾウを押して毒ガスが出てくる穴を防ぎます。ただ、この穴の判定は結構ガバいので、少し塞がってなくとも問題ないです。全然ガバガバじゃん。というわけで無事毒ガスが出なかったので3クレストを入手し、残り最後のスタークレストを入手しに行きます。出たら左上を入力しゾンビの後ろ側を通っていくようにして避けていきます。2歩進んだら右上でゾンビの右手側を通り抜け階段を降ります。降りたら左上を入力しジルが正面を向いたらそのまま扉へ。動けるようになったら右を入力して旋回、左奥の扉に入ります。ここにはカラスがたくさんいますが、謎解きをミスした時にしか襲ってこないので、間違えたら即リセットですね。ですので彼らの演奏を聞きながら、タイムアタックなので手早く謎を解いていきます。謎解きは、絵に描かれている人物の若い順から押していきます。ですので、赤さん、子供、少年、青年、中年、お年寄りの順にボタンを押していき、最後に人生の終わりのボタンを押します。
これで最後のスタークレスト入手を入手できました。これで洋館から出て、次のステージである寄宿舎に行くことができます。なかなかやるじゃない。出たら見えないですが、正面のゾンビをグレネードガンで始末してから奥の扉へ。ここはただのがいますが無視して奥に行き、扉の左側に、今まで回収してきたクレストをはめていきます。はめたら進みます。一歩後退し、左に行って脚立を 2.5 回ほど押します。そしたら脚立の正面の砲兵器さらに5回押し登ります。バイオ主人公の頼もしい仲間クランクパイセンを入手。しかも四角クランクパイセンです。よろしくね。ここは右の方から通っていけば無傷で突破できます。ここは中央の橋を降りて進むのですが水が張っていて進めないので四角クランクパイセンの力を借ります。排水ムービーはカット。では排水も終わりましたので中央の橋を降りて進んでいきます。反対側に進んだ先には二次感染で生まれたアダーさんがいますが、ジルが珍しいのか木から降りてきただけで無害なのでさっさと通り抜けます。ここにもただのが2匹素通りして右側のドアに向かいます。ただのちほど来ることになるのですが、その時は少し厄介だったりします。ここは右上を入力し1匹回避、2匹目は可動インコースを通り TDN を端に寄せて回避します。リセットするほどではないですが、1匹噛まれると2匹目にも噛まれたりするので結構タイムロスです。では寄宿舎に到着です。まずは手前左側の扉に入ります。入ったらグレネードガンを撃ちます。いい音でしょう。余裕の音だ。倒したら赤い本を回収して、もう一体に噛まれないうちに入り口にあったもう一つの扉に入ります。入ったら汚い風呂の栓を抜きます。すると中から、すごく汚そうな制御室の鍵が入っているので入手。制御室の鍵がなんでこんなところに。わかるんですか？いや。木から喋り方がちょっと気持ち悪いわ。赤い本と制御室の鍵を取ったら部屋には用がないので出ます。出たら右の通路へ行きますが、ここのボスのツタに首を絞められるので、レバガチャで振りほどいて奥の扉へ。あのツタは入り口にあった像を押して穴を塞ぐと、ツタに絡まれません。ただタイムアタックだと時間がかかるだけなのでやりません。それにボスを倒せばツタによる攻撃はなくなるので、攻撃される前に、どうしてしまっても構わんのだろう。そうこう話しているうちに鍵のあるホールについてますね。そして2号室の鍵を入手。すると隣の巣から、バイオハザード1史上最も影が薄い。蜂のワスプさんが出てきますが虫だけに無視してホールを出ます。悲しいかな。出たら右奥に進み、2号室の鍵を使って部屋に入っていきます。入ったら奥に進みます。すると2つ棚がありますので、左の棚を正面から1回。右の棚を左側から1階で棚に隠れているはしごを降りることができます。ちなみにルート次第でリメイク版でもあった2号室での密会のイベントが見れます。そしてここは奥に進むために木箱を3つ押し水に浮かせて道を作るのですが、
長いので、皆様のために、こんな動画を、ご用意しました、と思ったのですが、動画の尺が想像以上に長かったので、ルート分岐の話については、この動画の最後に映像付きで説明しますので、お兄さん許して、バイオハザード1で物を押す動作は、2以降と違いを押す対象物の端にも判定があるので、ある程度走ったら歩いて確実に押すようにします。でも、この幅ぐらいなら飛ぶなり泳ぐなりで進んでくれたら、タイム短縮になるのにっていつも思います。残念ね。綺麗に並ぶなぁ。まだ時間かかりそうですかね。あ、ちょっと今道が混んでました。はい。早くしろ。電車来るぞ。というわけで、木箱を3つ押し道ができましたので進んでいきます。道中グリーンハーブはスルー。ここは右奥にある2つのドアの左側に入ります。そしてドアに入ろうとするとバイオハザード1の癒しキャラが登場します。ムービーカット。バイオハザード1癒し枠のネプチューンです。ただ泳いでるネプチューンは無敵です。攻撃しても逃げていくだけです。ですが今は行った部屋で、あることをすると無力化できます。それは、水を抜くことです。アサイラム作品でもない限り、これで襲われることはありません。では隣の部屋に移動しますが、こちらは先ほどさらっとやってましたが、ドアには鍵穴はある。水を抜いた制御室にあるスイッチを押すことによりドアを開けることができます。入ったらベレッタの弾やショットガンの弾があるのですが、スルーして3号室の鍵を入手します。これで、寄宿舎の3号室を開ける鍵を取るための鍵を取る作業が終わりました。というわけで今度は2号室の鍵を取った部屋の奥にある3号室に向かいます。そして、そこで跳ねているのが水を抜かれたネプチューンさんです。ナイフでも簡単に倒せます。でも跳ねているだけで時間の無駄なのでさっさと先に行きます。寄宿舎は後ボスを倒すだけですが、全体的に見てジル編の寄宿舎は簡単で楽でした。木箱を押す部分で手間取ったりはありますが、敵もほとんどいませんし、ネプチューンやワスプは実質空気みたいで、いないのと同じですから、リセット箇所は少なめです。骨休み区間ですね。なおクリス編。ね、用意はできてるわけ？え、聞こえないです。あのさ、早く走ってこいよ。遅い。誰が貸してあげるんですか？やだ。さて3号室に到着しました。到着したらまず奥の本棚を調べます。有機化学実験ファイルは読まず。抜けている部分が気になるそうなので、赤い本をはめると隠し扉が出ますので先に進みます。金、暴力、セックス。というわけで寄宿舎のボス、プラント42戦です。終わりましたが。What the hell is this? Barry! Jill!Thanks, Barry. Don't mention it. What a monster.
I can't believe... What the hell is this place anyway? てな感じでジル編ではバリーが助けてくれるので簡単に倒せます。で倒したら後ろの暖炉から兜の鍵を入手。そしてグレネードガンの弾が切れたので硫酸弾をセット。兜の鍵を手に入れたので寄宿舎とはさらばです。では諸君、さらばだ！ちなみにワンのグレネードガンは弾が切れるまで別の弾には変えられません。Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe.Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you.鍵の開いてない部屋があるという。遠回しに調べてこいとウェスカーから指示を受けたので洋館へ戻ります。ということで今回は終わりです。この後はおまけをお楽しみください。さて、ここからは RTA では通らない別ルートについてです。別ルートの分岐は、バリーと別れて洋館を探索の時で、We should start from the first floor, okay? というバリーの言葉を無視して2階から探索すると分岐します。分岐すると、I have this. この2階イベントがなくなり、グレネードガンを取った2階テラスでのイベントに変わります。Jill! Don't scare me. That's what I was going to say. Aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this.It's forest. Oh my god. It's awful. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a crow or something. Can you look around the first floor, Jill?Okay. Hey, Jill. This must have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. このイベントを見ることにジル編が大きく分岐します。その後は、鎧の鍵を取った状態で一緒にある部屋でのイベント。Is that you, Jill? What's going on? How come you look so scared? Look at this. What do you think of it? I've been thinking something is wrong with this house. Right.Hey, what is this? There's a page missing. Yeah, I thought about that too. Perhaps that was the most important part.4に噛まれた際のイベントも変更され、RTA のルートでは助けてもらうところ。こちらのルートでは自ら血清を取りに行かなければなりません。
Am I poisoned? Give me the serum. こうしたイベントを見た後に寄宿舎の2号室に行くと、バリーの密会イベントを見ることができます。Hi, Jill. Hi, Barry. I heard someone talking. So you heard it too. I think I'm getting old. It seems that talking to myself is becoming a habit. Talking to yourself? Barry, something must have happened to you. Am I wrong? You sound strange. Well, it seems I made you worry. But don't. Maybe I have been a nervous wreck since all of these strange things started happening. Well, I think I'll go out and get some fresh air for a change. I told you, don't worry. I'll just go and get some fresh air and be eaten by a monster. こんな感じでリメイクでもあった密会イベントでした。比較してみると面白いかもしれませんね。これでおまけ終了です。また時間などがあれば、別ルートのイベントを紹介したいと思いますので楽しみにしておいてください。それでは長い時間のご視聴ありがとうございました。